ソシエダ対バルサ、なんとソシエダ今のところ1対0勝っております。内容を詳しく見ていきたいんですけれども、まずバルサがボール持つっていう状況の時に、ソシエダはオヤルサバルがクバルシを抑え、久保がイニゴ・マルティネス行く。で、中盤がずれて 4-4-2 で守ると。で、ここね、ソシエダすごく徹底してたと思う。すごくいい。で、レバンドフスキーとペドリはこうなります。レバンドフスキーが左流れ、トップ下が右流れ。で、ここで3人目が抜けていって強いっていうサッカーなんですけど、要するにこの状況ってこういう風に 4-4-2 で綺麗に重なるんですよ。なので、すべてマンツーマンになっちゃう。で、途中ね、カサドとデヨング中盤がですね、こういう風に降りていくことあったんですけど、だけどちゃんと中盤が突き切って完全なマンツーマンやってるなという印象。強度も高いです。で、こういう風に久保が出ていって、で、こうずれるよねっていう流れでしたよね。だから、瞬間的にバルデが開くっていう瞬間もあるんですよ。だけど、この時にもすぐつく。で、バルサが良くなかった、バルサの解決策としては、バルデにボールが渡ってバルデが持てた時に、例えばですけれども、こういう場面あったんですよ。デヨングにボール渡して、デヨングスビメンディ来てるからすぐボール返す。で、これで終わってるんですよね。これでまあもうイニゴとかにパス出してイニゴが蹴るみたいなレバンドフスキーとかペドリめがけて。っていう場面なんだけど、これ 4-2-3-1 の悪いところが出てる。で、またデヨングの悪いところが出てる。例えばこういう場面だったら、デヨング一回触ってスビメンディ寄せたんだったら、返しのパスは、このカサドとデヨングがラインの関係になってますけどね。これでバルデをやや後方に下げてやって、自分が上がる。で、カサドにここへのパスコースを入れてやる。こういうですね、ラインの関係から三角形に持っていくようなイメージをデヨングが持ってればいいよね。ファーサイド側のボランチを抑えるスチッチは、これマンツーマンの鉄則なんですけど、ボールに近い方の選手は距離感が近い。ボールに遠い方の選手は距離感をね、あえて離すんですよ。私これクローズドマークとオープンマークって言ってますけど、ここはクローズドだけど、ここオープンにしとくんですよね。そうしないと、がっちりつくと裏やられたりするんでね。かけっこで言うとハンデの距離だよね。ハンデの距離を残してるんです。だからここにうまく当てれたら、その後先に裏抜けていったデヨングに入るよねっていう構図も出てきますよね。ここがちょっと惜しいところ、バルサ。これができたらよりいいかなっていうところ。でですね、ソシエダボールになった時に、バルサもね、激しい守備しますんで。で、また、ハイラインっていうのを徹底してますと。ただ、ソシエダ、うまくいってなかったなーって序盤思ってたんですよ。で、どういうことかっていうと、例えば、相手のボールをインターセプトした時に、例えば、マルティネスからデヨングへのパスをメンデスがインターセプトしたとしましょう。じゃあ、この時って、バルサハイラインっていうイメージあるかもしれないけど、この瞬間にスルーパス狙おうとしたんですけども、この瞬間にバルサって徹底してライン下げるんですよ。だから、ラインバックしっかりするんですよ。ラインアップしっかりするけど、ラインバックもしっかりするチームなんですよ。だからこの状況下でスルーパスを狙うんじゃなくて、もしこの状況下だったらドリブルで運んでった方がいいし、で、最終的にミドル打つ方がいいし、裏を狙うんだったら理想的な狙い方っていうのは、例えばここでボールをインターセプトしましたってなって、で、デヨングがすぐに戻ってきたよと。そうなったらまた後ろ向くことになりますよね。で、ここで後ろ向いた時にラインが上がるんですね。だからこの上がるのを促すように上げさせて、でバックパスして、ここで中盤が2列目が飛び出すとかね。ダイレクトでこのバックパスを裏に蹴るとか。こういうプレーがあるとより良い。キーパーまで下げる場面だとか、センターバックまで下げる場面とかって結構多いんですよ、ソシエダ。だからここで出した時に、ここが頑張って抜けようとしたり、ここが頑張って抜けようとしたりするんですよ。でも、そこは対応するし、ソシエダもそこに蹴る気がなくて、ソシエダもこの来たボールをですね、一旦横向きにボール受けて、キーパーに渡して、キーパーもトラップしてみたいな感じなんだけど、トラップすることなくダイレクトで裏に蹴るっていう、こういう発射台の質がここにあれば、より崩しやすい。バルサそういうタイプのチームが苦手なんじゃないかなと思う。だけど、得点シーンはそういうまさににラインアップに合わせた裏へのボールっていうのが狙ったのか狙ってないのかちょっと微妙なところなんですけれども、どういう状況だったかっていうと、バルサのビルドからのボールが崩れたような場面で、スチッチがバックヘッドしたんですよね。で、バルサのラインは上げていた。だってスチッチが背中向けてるんだから。ハイラインの相手っていうのは、遊びで言うと、だるまさんが転んだ。後ろ向いてたら出ていくんですよ。スーパーマリオで言うと、テレサ。背中向けてたら詰めてくるんですよ。だから背中向けてるんだから詰めてきた。で、ここでスチッチがバックヘッドしたんですよね、こう。したら、これにベッカーが出ていって、こっから得点が生まれてます。だから、ある意味ではその崩しっていうのを、バックヘッドとかこういう、ルーズボールから狙うっていうことはやってるかもしれないけど、プラスアルファバックパスからフィード。で、かつ、オヤルが引っ張ってたらベッカーが抜けるっていうのもいいんですけれども、できれば、中盤から2列目か突破の方が美味しいよね。だって、ここのラインアップとかバックはすごく頑張るんだけど、ここ全然頑張らないんで、こっから抜けていけたらベスト。で、それを考えると 4-2-3-1 トップ下がいる。この距離感近いのがベストではあるという印象です。後半も見守っていきたいと思います。前半総括以上です。後半総括します。バルサは明らかに変わった点として一つあります。ソシエダは守備になった時に、オヤルが配る詳細。で、久保がイニゴ・マルティネスを抑え、で、中盤こうずれる。こういう風な格好になるんですけど、これをこう抑えるという、4-4-2 でオルコとマンツーマンの格好になるというところなんですけど、一つのポイントとしては、キーパーが持った時にプレッシャーは来ないんですよ。で、ここを活かすというところにフリックは着目しましたね。どういう風に活かしていこうとしたかっていうと、センターバックがここでがっつり開く。もう本当にこれぐらい開いてましたね。で、ここがね、もらいに来たりするんですけど、おそらくフリックが欲しいプレーっていうのは、こっからキーパーのインステップで、こういうとこにボール届ける。ペドリがこうやって引き出したりだとか、ペドリがスペース作って、浮いたところにレバンドフスキーが渦の形でこう入ってくるとかですね。こういうプレーを狙ってる。ただこれね、手足低減だったら可能なんですよ。手足低減が得意なプレーっていうのは、サイドのここに落とすっていうキックも得意なんですけど、インステップでここにバチンって当てるシュートみたいなキック、これも得意なんですけど、テアがいなかったっていうのがちょっとネックになったのかな。一流のキーパーじゃないと使えない戦術ではあるんで、ちょっとそこでいいパスは試合通してキーパーからはなかったですね。で、ソシエダが狙ってたことも戦術的にありまして、どういうところかっていうと、私が前半の総括でもお伝えした部分になるんですけど、トップが引いて、ライン上げさせて、で、スビメンディが抜けて、ボールを受けるっていう。こういうプレーを狙ってて、スビメンディはかなり重労働だったと思うけど、スチッチ・メンデスのさらに後ろにいるスビメンディが出ていってましたから、かなりスビメンディ頑張ったけど、でも、いいパスがね、なかなか入らなかったけど、効果的に動きはしてた。で、もう一個狙ってたこととして、まあ、これ多分個人戦術なんですけど、後半早々だったね、これ。久保が後ろ向きながら、この時点でもうラインが上がるんですよ。だってテレサだから、バルサの守備は。上がるんですね。で、ここで久保がダイレクトで左足でこういうパス。まあ、合わなかったですけど、ボールは。だけど、合えばもう一発ですね、これね。だから、メッシがね、まあ、このメッシのこのプレーは必ずしもハイラインの相手にっていうわけじゃないんだけど、でもね、押し込んだ状態とかでもラインが上がるんですよ。こういう持ち方すると当然ラインが上がる。あ、ラインアップのタイミングだぞ、つって言って上がるんですね。で、当時の場合だと、アルバがこっから出ていきますから。で、メッシは滞空時間の長いボールをあえて蹴るよね、ここでね。まあそういう風なことを久保がやってたと。だから、メッシなんだよね。久保はね、個人戦術までも。っていうですね、お互いの狙いがあった。で、こっからまあメンバーチェンジしていくんですけども、ソシエダはね、オヤルサバル、シュートシーン2回ぐらいあったかな。ドフリーで決めれるよねっていうプレーがあったり、ベッカーもフリーで決めれるよねっていうプレーがあったりして、ビッグチャンス作ってたんですけど、もうチャンスの質で言うと、ソシエダの方があったよね。ですけれども、まあオヤルサバル、ベッカー活躍はしてたんですけど、追加点が奪えないっていうところで、疲弊もしてたと思います、走り回って。久保もしてたんですけどね。まあ、ここでバレネチアがベッカーと変わり、オヤルサバルがオスカルソンと変わって、だと。まあ、その他にも変わりましたけれども、割愛しときますね。で、オスカルソンっていう選手、残念でした。全然頑張んないです。走んない。守備しない。まあ、オスコルソンね、ビッグチャンスあったけど外したし、守備で戻れない。で、最後ね、パワープレイ仕掛けてきたんで、フリックが。ここでね、引いて自陣深くで守備をする展開じゃなくて、ハイプレスで守備をしたいんですよ。だけど、そのためにはオスカルソンが前に出ていかなきゃいけないんだけど、久保がね、前半からフルで出てて、走り回ってた久保が、こっちのサイドとかまで行ってるのに、オスカルソンがプレスのスイッチを入れないっていう場面があったりして、ほんとちょっと残念でした、オスカルソンは。で、バルサの交代なんですけど、デヨング早々外し、ペドリを下ろして、ダニオルモ入れてきたと。で、ダニオルモ入れてきたところで、ちょっと戦術的な変更があったなって思ったのが、普通はフリックバルサの場合って、こうトップ下がずれるんですけど、多分マンツーマンになって、有利にならないってことで、ダニオルもこっち行ってましたね。で、おそらく久保が出ていって、メンデスが来て、スビメンディが来たところの、ここのトップ下だとか、こっちのスペースとかっていうのを狙ってたのかなという印象。まあ、こういう風にね、取ってる時もあったんだけど、まあ、自由にやってたなっていう感じはしますね。で、アンスファティ入れてきました。で、これで、フェルミン・ロペス下げて、ハフィーニャ右持ってきて、ファティ左と。で、ファティって言うとね、まあ、三笘みたいにですね、サイドで受ける職人的なウィンガーなんですよ。もちろんね、メッシがいなくなった時期なんかね、中でトップとしてプレーしてる時期もあったけど、やっぱここで使うと効果半減。まあ、ここで使いたい選手なんですけれども、ファティがね、出てきた当初は、バルデが中入って、ファティが外で持って、で、バルデが中抜けていくみたいな場面もあったんですけれども、こうなって、もし奪われてしまうと、久保が出ていくんですよね、ここに。で、バルデが抜けていってしまってたらってことを考えると、ファティは守備対応できるのか、で、戻った時の守備力どうだっていう問題があったと思う。時間が経過するごとにファティが中に入って、バルデが外張るようになりました。これ多分で質的な話だと思う。で、全体的にこういう格好でしたね。で、終盤間際は、組んで下げて、ガビが中盤に出てきた。これによってですね、ペドリがまたトップの位置に張って、ツートップのような格好になって、こういう感じ。で、右サイド不在っていう感じでしたね。まあ、スペースがあるんで、カサドが一時的に出ていったりはしましたけれども、それはあくまでもサイドバックとしてじゃなくて中盤として、引力は真ん中に感じてた。んで、さらに、後半ロスタイムあたり、トップの位置ってことだったらペドリじゃなくて、ビクトルですよね。フォワードを入れてきたと。で、これで最後の形かな。だから、ここがフリックのカードの切り方としていいところですよね。勉強になるなと思って。もうメッセージじゃないですか。サイドバックのクンデを下げて、まあ、ガビってアタッカーですよ。アタッカーを入れてきたと。で、ペドリっていう技巧派テクニシャン下げて、フォワードタイプを入れてきたというところで、もう完全にぶん殴りに行くぞっていう陣形に切り替えたんですよね。まあ、だけど、ソシエダが最後はね、重心低くなっちゃいましたけれども。で、またオスカルソンがプレッシャーかけなかったんで、厳しかった。久保が本当最後まで休みですけどね、体力が回復しては走るっていう感じでプレッシャーかけて、で、なんとか1点を守ったというところでしたかね。それでですね、まあ、フリック・バルサ、ここに来て2敗目っていうことで、フリックがバルサに就任する前から言ってることだけど、ハイラインっていうのは破り方があるんですよね。まあ、一例ちょっと挙げますと、ハイラインっていうのは今日もお伝えした通り、テレサなんですよ。だから、後ろ向きにプレイしたイコール上げる。これなんですよね。だから、ここでバックヘッドされたりとか、中盤から飛び出したりだとか、テレサであるし、だるまさんが転んだだから、後ろ向きのボールホルダー見かけたら上げるんですよ。で、これを上げたところで、後ろ向きで蹴る。後ろ向きでヘディングで擦らす。フリックとかもいいですよね。で、かつ、2列目から飛び出す。なぜなら、ハイラインっていうのは、ここも置き去りになっちゃいけないんでね。例えば、ピボットがこういうところに残ってて、ラインを上げようと思っても、こうなっちゃいけないんで、中盤も上がるんですよね。だから、中盤の飛び出しって、逆重心で入るんで、トップも下がりながらこうやっていくと合わせづらいけど、中盤が飛び出していくと、中盤の飛び出しに合わせて、それを目視して蹴れるんで、蹴りやすいというですね。ハイラインを攻略するための全てが詰まってた。まあ、もう一個言うと、バックパスですよね。バックパスってことは、パスの移動時間っていうのは、急にポンって出てくるわけないんで、特に長いパスですけど、長いパスの時っていうのはラインが上げれる。で、ここに中盤の飛び出しとかっていうのを合わせていくと美味しいっていう話なんですけれども、それと同時にですね、バックパスをダイレクトキック、これも手段になるし、で、これ短いパスって上げれないんですよ。ラインを。短いバックパス。こういうパス。で、これで上げると狙えるし、これでワンツーで入っていくとかですね。っていうパターンもあるし。まあ、ここら辺をですね、フリック対策としてやっていけばいい。で、前半総括でもお伝えした通り、やっぱりフリックのラインコントロールっていうのは、上げるときしっかり上げるんだけど、下げるときしっかり下げるんですよ。で、これが両方できないと、ハイラインっていう守備戦術っていうのは機能しない。上げることばっかり意識持ってかれてるハイラインっていうのは突破される。だから、こういう風に、例えばファティへのパスインターセプトされて、顔が上がりましたってなった時に、フリックのバルサっていうのは、ガンガン下げますよね。下げ惜しみしない。で、ここで裏を狙うとやられるんですよ。ラインバックしてるからね。じゃなくて、こういう時に、あえて足元につないで、で、またさっきやったみたいに裏を狙うとか。下げる時下げるんだから、相手が下げてるっていうのに対する対策の対策として、あえて足元に入れる。だってラインバックしてるってことは足元のパスコースが出てくるはずなんですよ。だから思い切ってですね、ラインバックしてる時に、あえて足元に入れる。で、足元に入れたら今度は後ろ向きなんでここが出てくる。で、これをダイレクトで外に叩くとか、これをですね、フリックしてずらすとか、これをもう一度バックパスして前向きの選手に当てて、そっから3人目の飛び出しで出ていくとかですね。そしたらここがまたラインアップしますから。っていうですね、こういう相手のラインをうまく逆にコントロールするようにボール運びできればいいなと。で、フリックバルサは今後こういうことができるチームには敗れていく可能性があるんで。まあ今日ヤマルいないとかですね、相手がフルマンツーマン組んできた時に、マンツーマンを攻略する上で一番大きな攻略ポイントって、やっぱり質の有利性なんですよね。質で勝てる選手がいないと厳しいんでね。だから、バルサの今日のポイントはまとめると、デヨングが戦術的にスペースを作れなくてビルドを序盤苦しんだ。で、ペドリがトップの位置に張らせるとしては、馬力だとか、パワーとかが足りなかった。っていう采配ミスはあった。で、ペドリが一歩下がってきて、こういう格好をしたんですけれども、で、4号の時っていうのは、カサドフリーなんだけど、カサドへのパスコース、ここ三角形作れなかったよね、っていうの問題でしたけど、ペドリがデヨングに代わって入った時には、ここにいました。バルデが持った時に。だったら、カサドに入るよね、っていう話になる。だから、ここのビルドの部分の采配とか、ここら辺もフリックも、より選手の質を知って問題を精査して、より微調整してくるんでしょうけれども、まあ、それでも時間とともにフリックバルサっていうのは攻略がされつつあるのかなという現状でございます。ということで、総括以上です。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の試合は日本代表11月15日9時からインドネシアと対戦でございます。日本代表はね、2トップに対して3バックを作るっていう戦術を取り入れたサッカーを始めたんで、次より成長した姿を見せてくれるのではないかなと期待しております。それでは後半総括以上です。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼いたします。Open eye, feel the waves cut through